戦国最強武将ベスト5九州編。歴史の朝道、案内人の沙織です。天下が朝のごとく乱れた戦国時代、優勝猛将がきら星のごとく登場しましたが、皆さんは誰が最強だと思いますか？そこで今回はズバリ、最強武将とは一体誰なのか、ランキング形式でご紹介したいと思います。ただし趣向を少し変えて、地域ごとに武将を絞っていきましょう。まずは九州エリアです。大友、島津、龍造寺の三強がしのぎを削り、飽くなき戦乱が繰り返された地で最強の称号を得るのは誰なのでしょう。どうぞお楽しみください。第5位、優勝として軍師として主家龍造寺を支える鍋島直重。肥後の熊として名高い肥前の戦国大名龍造寺高信には、龍造寺四天王をはじめとする優秀な家臣団がいましたが、特に側近として信頼されたのが鍋島直重です。ちなみに信成という名でも知られていますが、ここでは直重で統一したいと思います。さて、高信と直重はまさに名コンビといえるパートナーでした。高信が困った時、直重はいつも納得できる答えを出してくれますし、合戦においても味方を勝利へ導く軍師の役目を果たしたといいます。とりわけ直重の名を轟かせたのが、2度にわたる大友氏との戦いでした。まず永禄12年1569年のこと、龍造寺家の勢力伸長に危機感を抱いた大友宗麟は大軍を肥前へ差し向けます。ここで龍造寺方は籠城か決戦かを強いられるものの、直重は毛利家を味方に引き入れることを進言。その作戦が功を奏して、大友軍を撤退させることに成功しました。さらに田伏口において大友方の臼杵重富を迎え撃つと、直重らはわずか300で敵軍を追い払ったといいます。そして元亀元年1570年の今山の戦いでは、大友軍6万によって佐賀城を囲まれ、龍造寺家は絶体絶命のピンチに陥りました。ここで味方の窮地を救ったのが直重です。たった700で大友の本隊へ夜襲をかけ、総大将大友近貞を討ち取ってみせたのです。この勝利で龍造寺家は大躍進を遂げ、数カ国に及ぶ半島を手に入れました。やがて天正12年1584年、龍造寺軍と有馬島津連合軍が沖田縄手において激突します。この時直重は、島津は戦巧者ゆえ安易な進軍は禁物でございましょう、まずはそれがしが敵情を探りますゆえご出馬はそれからでも遅くはありませぬと進言しますが、勝ち誇る高信は耳を貸しません。結局油断をつかれた高信はあっけない討ち死にを遂げ、味方は総崩れとなりました。その直後、勢いに乗る島津軍は龍造寺領へ侵攻してきました。討ち死にした高信の首を受け取れと要求してきたのですが、実質的には佐賀城を開いて降伏せよということ。この時直重は高単価を切ったといいます。亡き主君の首を受け取る道理はない、もし攻めてくるなら我ら肥前武士の意地をお目にかけよう。これには勇猛でなる島津軍も仕方なく軍を返すほかなかったとか。後に豊臣秀吉の命令によって鍋島家が肥前の領主となりますが、もし高信が生きてさえいれば、もしかすると九州の勢力地図は一変していたかもしれません。第4位、その武勇で
島津家の中席を担った猛将、新納忠元。一時は九州のほぼ全域を制圧した島津家には、命知らずで勇猛な家臣団がいました。島津四兄弟のもと、数々の戦いで敵を打ち破り、やがて大友や龍造寺を圧倒していきます。そんな家臣たちの中にあって、特に勇猛として知られたのが新納忠元という人物でした。島津一門でも初流の出身ではあるものの、まさに島津家の中席を担ったといいます。島津家中高の祖島津実親祭は忠元を表して島津家になくてはならない家臣の一人だと称賛していますが、実際にその言葉通りの活躍を見せつけました。まず反乱を起こした入木院重友を攻めた際、その家臣と凄まじい一騎打ちを演じて見事に討ち取っています。さらに永禄12年1569年の大口城攻めでは重傷を負いながらも一番乗りを果たし、その強さは鬼神の如しと称えられたほど。いつしか忠元は鬼武蔵の異名を取り、猛将の名を欲しいままにするのです。さて、忠元の人間性をよく表す逸話としては、やはり豊臣秀吉による九州攻めが挙げられるでしょう。天正14年1586年、豊臣軍の先遣隊である四国勢が九州へ上陸し、豊後の鶴ヶ城へ迫ってきました。この城を攻めていた忠元ら島津軍は直ちに迎え撃つべく北上していきます。やがて辺津川で両軍は激突する中、忠元は戦場を迂回して敵の横腹へ一撃を加えました。たちまち四国勢は回乱して総崩れとなり、新納勢は長宗我部信親や祖豪正康らを討ち取ります。こうして合戦は島津軍の圧勝に終わりますが、まだ22歳だった信親の壮烈な最後は忠元にも感銘を与えたようです。後に長宗我部の家臣が信親の遺骸を引き取りに来た時、忠元は信親殿ほどの人物を撃ってしまい誠に申し訳なかったと言って涙をこぼしたとか。こうした逸話を見ると、情に熱い一面も垣間見えるようです。しかし忠元は猛将らしい頑固さも見せつけています。豊臣と島津の戦いが最終局面を迎えた時、忠元は大口城で籠城し、豊臣の大軍を迎え撃つつもりでいました。ここで主君島津義久は交戦を諦めて降伏の道を選ぶのですが、なんと忠元は戦う姿勢を崩さなかったそうです。何度も城を開くよう勧告されるものの、無視を決め込んでしまったとか。困った義久は大口城へ使者を送ると、書状を持って忠元をたしなめたといいます。ようやく開城した忠元ですが、反骨の気質まで奪われたわけではありません。城から出てきた忠元に対し、秀吉はこう問いかけました。どうだ、まだわしと戦うつもりか。すると忠元は不敵な笑みを浮かべながらこう返答したそうです。主君が命じればいつでも何度でも戦いましょう。しかし我が主君は真心を持つお方ゆえ、約束をたがえることはございません。秀吉は忠元の心構えと忠義ぶりに感心し、その場で脇差しを与えたそうです。第3位、主家のために戦い続けた雷神の化身、立花道雪。一時は九州6カ国へ勢力を伸ばした大友家にとって、大黒柱と呼べる存在が立花道雪でした。その生涯はまさに戦いの連続で、彼が生きているうちは宿敵島津家も手が出せなかったほど。ちなみに道雪は
ウイナをベッキアキツラと言いましたが、ここでは立花同説で統一させていただきます。まず14歳にして初陣を迎えると、自ら総大将になることを決心。わずか2000の兵で5000の敵が守る馬ヶ岳城を急襲し、見事にこれを攻め落としました。また若い頃、木陰で休んでいると頭上に雷が落ちてきたといいます。すると同説は千鳥の太刀を抜き放つや、雷をそのまま切ってしまいました。人々は同説のことを雷神の化身と呼び、千鳥も雷霧と名を変えて長く立花家の家宝となっています。ただしこの時に半身不随になったというのは誤りで、同説はその後も馬で駆けたり敵と一騎打ちを演じるなど、猛将らしい活躍を見せていますね。さてその勇猛ぶりの真骨頂となったのが毛利との戦いでした。吉川元春、小早川隆景ら毛利軍4万が豊前へ来襲してきた時、大友方では高橋昭胤と立花昭俊が離反し、同説は大変な苦境に陥ります。数で劣勢な大友軍ですが、ここで同説は乾坤一擲の決戦を挑みました。両翼を広げるように布陣すると突撃を開始し、あっという間に毛利の先陣を粉砕したのです。これには元春、高景の両将も度肝を抜かれ、陣を立て直すのに精一杯となります。この時同説は軍勢の先頭にありながら、わしの腰を敵の真ん中へ突き入れよ、もし命の惜しい者がいればさっさと逃げるがよいと兵たちを叱咤激励。士気は天をつくばかりとなって毛利軍を圧倒していきました。こうして同説は敵を追い落とすことに成功し、大友家の危機を救ったのです。同説はその後も大友家のために戦い続け、その勇猛ぶりから鬼同説と異名を取ったそうです。第2位、西国無双、豪遊鎮西一と称された優勝、立花宗茂。人気武将はたくさんいますが、特にファンが多い武将といえば立花宗茂を推す方も多いのでは。また宗茂こそ最強武将だと指摘する歴史研究家もたくさんいるとか。その勇猛果敢ぶりは初陣の時から際立っています。天正9年1581年、秋月種真がこもる古書山へ攻め込んだ時のこと。宗茂は150人ばかりの家臣を従えて本陣から離れました。膠着する戦況を打開するべく、秋月勢の横合いから攻めかかろうとしたのです。宗茂は前線へ飛び出すと懸命に槍を振るって奮戦しました。ところが秋月勢で豪遊をもって知られた堀江備前が襲いかかってきます。すると宗茂は少しも慌てず、弓に矢をつがえて放ちました。矢は堀江の利き手に当たり、素早く組みついた宗茂は堀江を引き倒します。やがて家臣が堀江にとどめを刺したことで、宗茂は見事に敵将を討ち取ったのです。さて宗茂の度量を示す逸話といえば、やはり島津軍との戦いでしょう。筑前へ攻め入った5万の島津軍は、まず宗茂のジップ高橋常雲が守る岩屋城を攻撃。2週間余りの凄惨な戦いの後に陥落します。ついで島津軍は宗茂がいる立花山城へ迫ってきました。ここで島津方から海上勧告を受けると、なんと降伏を装って時間稼ぎに徹したのです。ほどなくして豊臣の援軍が豊前へ上陸したと知った島津軍は次々に撤退。ここで宗茂は逆襲に転じて追い打ちを仕掛け、敵に大きな損害を与えてみせました。
その武勇を知った豊臣秀吉は書状の中で、まことに九州一の傑物であると称賛したとか。その後も宗茂は肥後国一揆、朝鮮出兵などで活躍。とりわけ明朝鮮連合軍と戦った碧帝館の戦いでは、劣勢に陥りながらも奮戦、敵の攻勢を鈍らせる活躍を見せました。やがて小早川隆景、吉川広家らの部隊と共同して攻勢に転じ、二度と立ち直れないほどの大打撃を与えたのです。秀吉の死後、関ヶ原の戦いが起こりますが、宗茂自身は本戦に加わらず大津城攻めに従っています。もし西軍主力として宗茂が関ヶ原に立っていたなら、もしかすると歴史は変わっていたかもしれません。多くの歴史研究者たちはそう指摘しているのです。第1位、敵を奮い上がらせた鬼島津、島津義弘。さあ、最強の武将九州編では、島津義弘が堂々の1位となりました。その武勇、知略、人望のどれをとっても一級品で、まさに武神と呼べる存在ではないでしょうか。ちなみに義弘は窮地に陥った時ほど能力を発揮するようです。木崎原の戦い、四川の戦い、関ヶ原の軒口と、いずれも圧倒的不利な体勢から勝利をもぎ取ったり、窮地から脱出を試みています。その強さの代名詞と呼べるのが捨てがまりというもので、いわば負けたふりをして敵軍を誘い込み、伏兵を持って袋叩きにするという戦法でした。義弘はすでに天文23年1554年に起こった岩剣城の戦いで捨てがまりを駆使しているあたり、早くからこの戦法を得意としていたのでしょう。さて、なんといっても義弘の名を一躍有名にしたのが、朝鮮出兵における四川の戦いでしょう。慶長3年1598年、明軍20万が四川城へ来襲、わずか7000の島津勢を包囲しました。ここで義弘は伏兵を潜ませ、城の守りを厳重に固めます。やがて明軍による城攻めが始まると、島津勢は凄まじい射撃で敵をたちまち混乱させました。ついで伏兵が踊り出して側面や背後を攻撃、さらに頃合いと見た義弘はここで全軍に突撃を命じます。屈強な島津兵は敵を圧倒し、義弘自身も槍を振るって奮戦しました。さらに追い打ちを受けた明軍はほとんどの兵を失い、たった1万ほどしか逃げることができなかったとか。義弘率いる島津勢の勇猛さは敵を奮い上がらせ、グイシーマンズと恐れられたそうです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。